汚れずに使えるすっごいやつです。お二つき無駄に餌がなくならないっていうんで、アリュウさんぐらい喋れれば最高だ。最初下そこから探っていって当たるところを探しながら上まで持ってくるって感じですね。来た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 、あ、持ってる。どうかどうなった下に。それやんないでこうくるくると戻してくる。そして一番上の先端が水面に下がる。待ってたら重くなってた。合わせてないです。本当に合わせないでゆっくり巻いてくる感じ。重くなったらあと吉田の氷を割って冷やしてっていう感じで、これが一番多分鮮度保てる。どんなあたり
本当にちっちゃいですよ、見てると。うん、ひくひくって感じです、見てる。でも大きい当たりじゃないので、あんまり、今すぐ下ですか？これ下ですね、今のは。すぐ来たですよね。止ま下ぐらいです。禁止事項、釣り竿の3本以上の同時使用と、カニカゴの使用ですね。あとは釣り竿物を置いての場所取り行為、あとはその他の迷惑行為、危険行為は禁止となっているので、禁止事項と注意事項のところにあるんですけど、投げ釣りも禁止になっているので、上から振りかぶって投げるのは禁止となっています。皆さんこんにちは。やっと仙台港もこのようににぎわいを取り戻すことができました。3月の地震で被害を受けましたところが、工事の関係の皆さんのおかげで無事また魚が釣れるようになりました。今日はサビキとそれからシャコエビ釣りをやってみましたけれども、魚はかなり回遊してきてますし、家族連れ、お年に関係なく皆さん釣れるようになると思います。ぜひ皆さんまた仙台港に来てみてください。とっても楽しい釣りになりました。ありがとうございます。